稲葉マハ歴史館は、鳥取県鳥取市国府町にある歴史系博物館である。奈良時代平安時代に稲葉国国府が置かれていた国府町に立地する。当地ゆかりの大友や鴨ちら万葉集の歌人と稲葉国の歴史民族文化に関する資料を展示する。稲葉マハ歴史館の竣工を記念し、古代稲葉の豪族伊福部家の67代目にあたる戦後を代表する。 作曲家の伊福部明に、大友やかもちの万葉集の歌の作曲を依頼し、新しき年の初めの、おはじめとする、稲葉真波の歌五種の歌曲が誕生した。歴史館の春工式の日に、国府庁中央公民館で、25幻想の農坂、慶子など日本を代表する演奏家によって初演が催された。伊福部の直筆による楽譜が歴史館に寄贈されている。YouTube に、 稲葉マハの歌五種の歌曲が紹介されている。758年に稲葉国寺として当地に移住し、759年1月に万葉集の最後の歌を詠んだ、大友やかもちの生涯と芸術を紹介する。など、稲葉国国府や古墳の大型模型を展示し、古代の稲葉国を再現する。など稲葉の豪族伊福部氏の娘の伊福部の床た姫に関する資料を展示する。 徳足姫の墓石は国の史跡に、骨倉木は国の重要文化財に指定されている。など、平安時代の貴族の生活、風俗を紹介する。などユニークな民族行事である、麒麟市、舞と稲葉の傘踊りを中心に、稲葉地方に伝わる民族行事を紹介する。など、映像ホール。150インチスクリーンで、 稲葉の民族芸能を紹介するプログラムを映写する。ありがとうございます。